桜、花言葉は清新、清純、優雅な女性。まだ時折寒さを感じる日、人は私たちを見ると笑顔になってくれるのです。そんな時、私はああ、またこの季節がめくってきたのだと、もう本当に心から嬉しいのです。え、なぜですって？それは私があなたのお顔を見るたびに、力強くでも朗らかにあなたに笑いかけたいと思うからです。時を忘れ、ふとあなたが上を見上げた時、私とあなたは会話できるから。もうその瞬間、私は大きな大きな愛と優しさ、そして美しさを感じ、花吹雪の涙を流すのです。とてもとても心地のいい涙です。嬉し涙です。そのキラキラと輝いた涙はあなたの心に届けられ、ふわっとあなたを包み込みます。さあ、目を閉じて、胸に手を当て、私を感じてみてください。その時、私はきっとあなたにこう話しかけるでしょう。笑ってくださいとね。始まりは終わり、でも終わりは始まりなのです。たくさんの別れを通して、たくさんの涙を流したあなたですけど、また私とあなたはこのように会えました。そしていつだって、どんな時だって、不格好だっていいのです。どんな環境でもいいのです。私はたったこの1ヶ月も満たないこの時期のために1年間かけて準備してきたのです。その準備している時、誰も私を見てくれませんよ。誰も私に微笑みかけてはくれません。たった一人でもね、この瞬間、このまさに今この瞬間に、私は全てをかけて花開きたいのです。もちろんお隣さんを見ればもうキリがありません。でもね、この瞬間しかないから、私らしく、私の心に従って全力で全うしているわけなのです。今日のお話はこのぐらいにいたしましょう。大切な、そして尊いあなたのお時間をお借りいたしました。あなたの叶えたい夢は何ですか？どうありたいですか？さくらより。